台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。日本の皆さんこんにちは。今日はねちょっとね見ての通り私服やし、今回の動画はねちょっと個人的なね内容になってしまうんですけども、台湾歴7年の僕が最近新居に引っ越しました。そしてね台湾在住 YouTuber のね丸一日に密着ということで、今日はね台湾の新居公開とルーティーンを紹介してみたいと思います。はい、おはようございます。はい、というわけでね今現在ね朝の7時過ぎぐらいですかね、目覚まし時計とか何もかけずとも、だいたい毎朝ねこれぐらいの時間に勝手に目が覚めるんですよね。はい、僕はあの会社員とかと違って YouTuber なんで自由なんでね、好きな時に起きてもいいんですけども、だいたいこれぐらいの時間に目が覚めます。そしてね新居に引っ越してね、ちょっと早速一個欠点なんですけど、太陽の光がねすげえ眩しいんですよ。わかります？このカーテンに隙間があるんでね、外の明かりが入ってくるんですよね。で僕神経質なんで一回6時ぐらいに目覚めるんですけども、アイマスクしてね二度寝するんですよ。今ちょっと暗くてよくわからないと思うんですけど、アイマスク外しました。じゃあね起きます。まず電気をつけまして、ここも電気つけまして、電気3つあるっていうね、扉を開けたらバスルームです。まずね空気の入れ替えで窓を開けます。そしてタオルをそろっと取ったら、まず洗顔ですね。これはもう全人類みんなやると思います。まずは口の中をゆすいでね、口の中にものすごい雑菌が溜まっているらしいですね、寝てる時にね。だからまずは口をゆすぎます。そして顔を洗います。これも全人類全ての人類がやってると思います。はい、じゃあ顔をよく拭きまして、これアイボンですね。はい、あの僕パソコンの仕事をするので編集作業でねものすごく目が疲れるんですよね。だから必ずアイボンで毎朝ね気持ちよくやってます。左目ね口アムアムする癖があったんですけども、これ撮影やから一生懸命我慢してね、口アムアムするのを我慢しております。はい、で最後にちょっとゆすいでね、洗顔はおしまいです。おっさんって感じやな。そしてタオルをね綺麗に整えてかけたらキッチンへ向かいます。まずね朝のルーティンでね、起きたらコップ一杯の水を飲むんですよね。はい、最近お気に入りの水が売ってなくてね、これ石炭が入ってる水みたい。石炭は入ってないのかちょっとわかんないけどね。はい、で水飲み終わったら一応ねちゃんと軽く注いでコップを洗っておきます。でねカーテンをね開けるんですよ。この引くカーテン嫌やな本当にね。はい、そういう2つ目のカーテンね、これ3つあるんでね非常にめんどくさいです。はい、3つ目もね開けます。そしたらね布団をねあの綺麗に畳みます。ベッドメイキングみたいな感じですね。はい、ちょっと細かいんですけどね、こういうのってね結構大事やと思うんですよね。はい、なんか小さなことでだらしなくなったらね、全てがこうそれを発端に全てがこうだらしなくなっていくと思いますので。はい、そしてこれがね僕のお気に入りのねいい香りがする石鹸なんですよ。これちゃんと蓋閉めといたらね香りが長続きするんでね。そして背もたれクッションを置いて、テーブルも置いて、これで整理整頓完了です。で空気の入れ替えでね窓を開けます。ここにも窓があるんです。はい、3つあるんでね、はい、もう1個ここもあります。これね結構毎日めんどくさいけどちゃんと空気の入れ替えはやりたい派です。そしてねこれ皆さんから買っていただいた、ライブ配信の時にスパチャで買ってもらった除湿機なんやけど、見てこの水の量やばない？これ1日2回ぐらいねこれぐらい溜まるんですよ。でこれをまず捨てます。すごい量でしょ、すごい量なんですよ。これ1日2回必ず満水になります。台湾の湿気やばいんですよ、本当に台湾の湿気やばいです。皆さんありがとうございます。おはようございます。改めまして台湾グルメといえばゾロです。日本の皆さんこんにちは。ここはね今新居に引っ越したんですけども、家賃が22,100円ですね、1ヶ月ね。まあだからだいたい約11万円ぐらいのお部屋なんですけど、そんなに広くないんですけどね、ちょっと簡単になんですけどもルームツアーやってみたいと思います。はい、というわけでまず玄関にはこの下駄箱が
ありまして、クロックス2つありますね。予備のクロックスと古いやつと、あと下にスニーカーがあります。こちらが玄関ですね。はい、玄関になっております。オートロックですね。そしてこのなんちゅうの、管理人さんとつながったりとかね、カメラが出てきたりとかします。はい、姿見がねここにあるのが嬉しいですね。そしてギターがありまして、ここは玄関、入ってきたらねここに靴を置いてって感じやね。はい、でこう洗濯物入れ置いてまして、ここに僕の愛用のギターがありまして、ここが一応ちっちゃいながらねこうリビングになっております。はい、で何、ここ一応テーブル、小さなテーブルがあってね、あとこの日本からね、この間僕がカレー屋さんやってた時のね超常連さんが来てくれてね、お土産でこのサントリーのウイスキーの青をねくださいました。でこれ扉になっててね、ほら一応収納できるようになってるんですよ。本音で分かりやすい T シャツいっぱいあります。視聴者さん参加型 Vlog ね、これからもちょこちょこやっていきたいと思います。はい、でこれソファーあるんですけど、これソファーがちょっとしょぼいんよね。なんかこうギシ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 言うみたいなね感じなんですよ。ほらほら聞こえるね、ちょっとこの古いこのギシギシ言うのが僕は嫌です。そしてこの隣はゴミ箱と何ほうきとちりとりとね、でこうキッチンがついてる、これ台湾でねキッチンついてるって珍しいんですよね。はい、シンクが1個とコップとねお箸ね、もう一人やからね寂しいですね。はい、早く彼女が欲しいです。これお湯沸かすやつとお水やね。はい、お水と一応ねこうガスコンロなんですよ。すごいんですよね本当に。電気コンロやったらまだしもガスコンロがあるっていうね。はい、収納するところもたくさんあります。でここに電子レンジがありまして、使ったことないけど、あとこのあの僕会社経営してるんで、これね日々使ったやつが経費になるかどうかちょっとわからないんですけど、1年目やからちょっと領収書とかレシート入れる封筒やね。はい、そして冷蔵庫ね、冷凍庫は何も入っておりません。自炊しないんでね。はい、台湾なので冷蔵庫はポカリセットとスプライトと、これちょっとね昨日の撮影で今からまた食べないとダメなんですけど、エッグタルトね、あのちょっと冷やしております。冷蔵庫はこんな感じです。はい、そしてお部屋の方なんですけども、これ皆さんでねライブ配信のスパチャで買っていただいた除湿機です。はい、その説はどうもありがとうございました。そしてテレビがついております。1回もつけたことありません。 Wi-Fi ね一番早いやつつけてもらいました。1ヶ月何倍やったかな、5000円ぐらいやったと思う確かね。はい、で布団ですね、布団があります。はい、こんな感じですね。このカーテンがねあのピシってならないからね、なんちゅうの木漏れ日じゃないけど朝日が入ってくるんですよね。だからちょっとこの朝目覚めるんでね、目覚めた後にアイマスクしたりとかします。エアコンもねこう上について、こう頭の上についてるのがちょっとね寝るとき怖いなとは思うんですけどね。大地震があったときとかわかんないけどね、わかんないな、落ちてきたら怖いなみたいな思いはあるけどね。はい、でここに大きなね洋服ダンスクローゼットがありまして、ここにちょっと勉強机みたいなね簡単な編集できるんですけど、椅子がちょっとねしょぼいんですよ。一応こうこんな風になってて、腰痛めたイヤーがこれつけてるんですけど、この座るスペースがちょっとちっちゃいから、だからねここでも編集するんですけども、できるだけこう下にねラウンジがあるんですよ、あの入居者全員が使えるね。これまた後で紹介しますけども、はい、そっちに行くことが多いですね。でここにちょっとおしゃれな感じでこう棚みたいな感じにねなってるんですよ。はい、まあこれが時々女の子とデートするときになかなかないけどね、あの使うあのフレグランスね。はい、でこれ名刺入れとヨーヨーカードと家の鍵と、でこれ名刺の予備やね。はい、これ撮影で使う iPhone 置きやね。はい、でファブリーズでこれでね iPhone をきれいにしてこれで空拭きしております。はい、まあ、本があってね、本はもう大体ここの何あの電子書籍の中にねたくさん入っております。でこれノートね、毎朝こう書き綴るノートと、
あとお金で、僕財布持たない主義なんで、いつもね現金ここに置いてます。お札と小銭ですね。はい。でこれカレンダーね、引っ越しした時にね、あのこのスターズさんにで、ね、引っ越ししたんですけど、日本で言ったらピタッとハウスの会社ですね。カレンダーくれてね、こいつもこうこれ何丸つけてんのみたいな感じなんですけど、この丸はねストレッチちゃんとしましたよっていうね、毎朝のルーティンのストレッチね。でこれ二重丸なってんのは筋トレちゃんと行きましたよみたいな、夕方にね。はい。でこのできなかった時はちょっと言い訳みたいな、恵子ちゃん親子は来たよみたいな、とか体調の工場見学出て、あでもこの日夜やりましたよみたいな、撮影のためですよとか、二日酔いでサボりましたよとかね、休息ですよみたいな感じでこうやってやっております。はい。でこれはこの電子書籍の充電のやつですね、充電ケーブルで。これね、僕朝倉みくるくんと、こっちは朝倉海くんのねサインいただいたんですよね。はい。お母さんがね一回台湾に来て、視聴者さん参加型 Vlog やりました。でこれはね、視聴者さんにばったり街で出会った時にね、なんか渡そうと思ってましたって言われてね、ゾログルメっていうのをモンチッチの手作りのやつねいただきました。でこれさっき言った恵子ちゃん親子がね、あの台湾に遊びに来てくれた時にお土産で、あの僕はほら熱中症よくなるからこれくれましたね。はい。でここはね僕のお気に入りのお茶が3つあります。これが玉露ね。はい。風邪ひかないって言われてて、味はあれなんやけど、風邪ひかないって言われてるから玉露飲んでます。で、味が好きなのがこの、金木犀のお茶ね。はい。ティーバッグ、全部ティーバッグです。で、これは、カフェインがゼロやから、ノンカフェインなんでね、ごぼう茶ね。これもね、まあ、買ったんで、撮影で買ったんで飲んでます。これは味美味しいけど、熱いうちに飲まないとね、冷たくなって冷えてくるとね、ちょっと渋みとか、なんか変な味になってきます。はい、はい、こちらはトイレと洗面所ですね。はい。鏡もねとても綺麗で、洗面するところもすごく大きいですね。はい。すごい僕が好きなあの何塩かけエステね。はい。あ、入浴剤ですね。はい。で最近はこのヘアレシピっていうシャンプーを使っております。これタイマーはねお風呂浸かるときに測ってます。5分ちゃんと使ってどっぷり使って10分半身浴みたいなね。でトイレもめっちゃ綺麗で、ウォシュレットもついてるんですよね。浴槽は自分で買いました。こんな感じでこうユニットバスみたいな感じなんやけど、これカーテンでこうねちゃんとこう仕切れるのでね、はい、便座が濡れることはなくて安心です。はい、こんなもんかな。はい、というわけでここがね1ヶ月の家賃がね約11万円ぐらいのね台湾のね新居の紹介になります。はい。そして今からちょっとね読書とか、今から朝のルーティンとかやるんですけども、その下にねラウンジがあるんですよ、入居者全員が使えるね。そこもちょっと紹介したいと思います。じゃあね、この鍵とヨーヨーカードとね、あとあのコーヒーがね85元なんで、85元分、1、2、3、4、5、6、7、80元しかないよな、仕方がない。ちょっとじゃあ100元ちょっと持っていきます。そしてこの読書セットね、これも持っていきます。はい。はい、というわけでここは入居者がね全員使えるラウンジでーす。まず電気つけてね。はい。で、ここにエアコンのあれがあるので、暑いんでね、エアコンいつもつけさせてもらってます。はい。26度ぐらいでね、結構涼しいっていうか、寒なってくるんですよ。いいエアコンの業務用のやつなんでね。はい。で、ここに読書するんで、ノートとね、これを置いて、今からちょっとね、コーヒー買いに行きます。すごいんですよ、ここ。ソファーがちゃんとあって、ね、立派でしょ。で、大きなテレビがね、最近ついたんですよ。で、これ YouTube も Netflix も見れて、ゾロの台湾グルメここで見れるんですよ。めっちゃ大画面にね、僕がバーンって映るっていうね、はい。ここでね、僕いつも、編集をね、させてもらってます。読書するときはここ。編集はここですね。はい。で、ここバーカウンターみたいになっててね、はい。
ここでたまにね、違う入居者の方がね、なんか仕事パソコンカタカタいじってる方がいらっしゃいますね。でこっちにはね、ちっちゃなスポーツジムもついておりまして、本当にちっちゃいんですけどね、はい、毎朝ここで僕は体重を測って、でここでね、毎朝必ずストレッチしてます。でストレッチした日はさっきのカレンダーに丸ね、はい、まあ、でも時々サボっちゃうんですよね、はい、僕結構案外ねサボり癖であるんでね、はい、サボり癖にならないようにああやってね丸つけてカレンダーにね、あれも本に書いてあったんですよ、はい、続けるための本みたいなね、継続するためにはみたいな、この辺ちょっとマシンとかあるけど使ったことはないです。はい、日差しもねとてもよく入って気持ちいいですね。よし、じゃあいつものねコーヒーを買いに行きましょうか。はい、というわけでね、毎朝のルーティンの一つとしてコーヒーを買いに行くときにね、インスタグラム用のねおはよう台湾シリーズって言って、行く道がてらに、まあ、路地取ったりとか、こういう道路を取ったりとか、今日のねもうリアルの台湾の様子を20秒ぐらい取ったやつをね、おはよう台湾でやってます。じゃあ今から撮ります。はい、というわけで撮りました。こんな感じでね、毎朝インスタグラムにね、おはよう台湾シリーズ上げてるんでね、よかったら皆さん台湾旅行の参考になると思うんで、よかったらフォローしていただけたら嬉しいなと思います。めちゃくちゃいい天気やわ今日ね。2024年、今撮影してる日がね2024年の6月の23日なんですけども、今日めっちゃ快晴やね、雲一つないね、もうめっちゃ暑いんですよ。今の段階でも30度あって、今ちょっともう背中汗かいてるんですけど、今日の最高気温34度かまで上がるんですけど、湿度がとにかくすごいから、体感温度はね毎日40度超えてます。本当に皆さん7月8月これからすごい暑いんでね、台湾旅行来られる方はもう日中お昼間外出ない方がいいかもしれないね、はい、見てもみんなこのね台湾のね古き良き街並みがねもうたまらないでしょう。本当にね、毎朝ここを通ってね、僕は行きつけのコーヒーを買いに行っております。台湾をね毎朝感じております。というわけでね、毎朝飲んでるカフェラテゲットしました。85元でした。3杯飲むと次回は75元になるんですよね、はい、これうまいんですよ。ルイサコーヒーとかよりもちゃんとね、15元だけ値段が高いだけあって、うまいカフェラテ毎朝入れてくれるんですよ。じゃあね、ラウンジに戻っていつもの日課の読書したいと思います。やってきました。ここのラテがうまいよね。じゃあね、ちょっと今からいつもの日課の読書1時間やりたいと思います。今朝からね、このザッポス伝説っていうね、アマゾンを震撼させたサービスはいかに生まれたか、トニーシェイチョというやつね、はい、ザッポスっていう会社がどういうのか分かってないんやけど、多分靴か何かのオンライン EC サイトやったと思うんですよね。アメリカの会社やと思います。はい、じゃあ読んでいきましょう。よし、じゃあね、読書1時間終わったんで、これもルーティンなんですけど、ここのねラウンジに移動して毎朝ねこうノートに書いております。同じことを書いてるんですけども、はい、ちょっとね書きます。俺は毎日健康だみたいなね、俺は毎日健康だ、風邪もひかない、病気もしない、ストレッチ、サウナ、筋トレ、散歩、読書、瞑想、毎日してる、毎日ぐっすり8時間眠れて幸せ、最高の人生、人間関係の本質は気持ちが通じ合うこと、ずっと楽しく話せて気持ちが通じ合う女の子と結婚する、絶対に人を責めない、俺の力は人を幸せにするために使う、いつもありがとう。これをね毎朝必ず書いております。ずっと書いております。もう何ヶ月も前からずっと書いております。同じこと書いております。はい、じゃあ書きましょう。はい、字が汚くて申し訳ないけど、綺麗に書くようにいつも心がけてます。今カメラ持ってるから。よし、じゃあ日課の読書が終わったのでね、これまた日課のストレッチをやります。まずね、
体重を測ります。 73.1 キロ、太っております。68キロやったのに5キロも太った。ああ。よし、じゃあね、日課の読書とストレッチも終わったんで一回部屋に戻ります。そうそう、ここねコインランドリーもねついてるんですよ。洗濯機と乾燥機。そしてね、台湾で住むにあたってとても重要なね、24時間年中無休でいつでもゴミが出せるっていうね、これマジで台湾大事やからね、あのゴミ収集車乙女の祈りでおなじみのね、あれをなんか週に 2,3 回待つのとかってもうめっちゃ大変なんで、ここはほんまに全て24時間年中無休でいつでもゴミが出せます。めっちゃ便利です。近所の朝市場にね、日課のチーグオやね、キウイをね買いに来ましたよ。ここしかね剥いてくれないんですよ。ニハ、あ、チーグオなんかね、ここなんかえテンダーお願いします。甘いやつお願いします。あのフルーツ屋さんがね1個2個ここ3つでしょ、3個4個5軒ぐらいあるんやけど、剥いてくれるのねここしか剥いてくれないんですよね。はい、いいラオバンですね。笑顔が素敵なラオバンです。シェシェ、ありがとう。シェシェ、25元やったわ、安かった。あの日によってね形が小さかったり大きかったりして値段が変動するみたいですね。というわけで早速キウイをいただきます。今日も暑いわ。うん、甘くて美味しい。毎日の健康管理でね、フルーツはビタミン豊富やから、健康管理は自分しかできない、他の誰もやってくれないからね、自分でね全部コントロールして。はい、じゃあ暑いから帰ろう。はい、今日もねストレッチやったので、今日の日付のところにねストレッチやりましたと丸をします。こっちや、ごめん、昨日のやつ、今日ね23日ね丸をします。はい、空気の入れ替えも済んだので窓閉めます。めっちゃ暑いしめっちゃジメジメしてるんですよね。閉めます。はい、ここもね4箇所閉めないとダメなんで、はい、最後の1箇所はお風呂場です。はい、これでちょっとエアコンつけましょうか。エアコンつけたら日課の瞑想します。よし、今日はねこの金木犀のお茶にしましょう。グルメといえばゾロ。どうもゾロです。日本の皆さんこんにちは、いえばゾロ。はい、というわけでね、お昼ご飯を買いにちょっと外に出てきたんですけど、めちゃくちゃ暑いわね。で、大体いつもねお昼ご飯はまあ家の近所のねローカル食堂で食べて、インスタグラムのねショート動画をついでに撮っております。何食べようかな今日は。じゃあ今日はねこの池上弁当やね。はい、ここでちょっとかお弁当買ってね、ラウンジで買って食べよう。じゃあ今からショート動画撮ります。吉祥パンパオ、谢谢谢谢。
さっきねお弁当買ったお釣りとかをねここにまた置くんですけど、これ領収書ね、台湾の領収書って白紙で渡されるんですよね。こんな感じで自分でも書き放題みたいな感じなんですけど、まあまあ僕はこう誠実な人間でありたいと思うので、ちゃんとね90元やったんで90元でねこうやって書きます。はい、書き終えたらここにね経費の封筒に直します。はい、というわけで今回はこちらのお店なんですけど、なんとここ営業時間が言うけど、なんとここ営業時間が夕方の6時から早朝の5時までやってる。すごいね、スコールが降ってきました。これね、もう毎日ね、最近は必ずスコールがありますね。そしてようやく涼しくなるみたいなね。まあまあ湿気がすごいけどね。よし、じゃあそろそろ日課の昼寝します。こんな並ぶんや。はい、というわけでね、今一段落してね外に出てきたんですけども、大雨が降ってね気温がぐっと下がってね涼しくなって過ごしやすいです。今現在時刻は4時なんですけども、まあなんだろう、僕は一応ねその4時以降ですね、遅くても5時以降はもう仕事しないようにしてるんですよね。はい、YouTuber って普通の会社員と違って決まりとかルールとかないんで、自分でこうセルフコントロールしてね時間とか決めないと、僕 YouTube の編集楽しすぎるから一生懸命やりすぎて気づいたらねなんか何時間でもやっちゃうから、自分でこうセルフコントロールしてねやらないとダメですね。はい、自由にはやっぱりこう責任が伴うって言うじゃないですか。これ本当で、 YouTuber って本当に人生ね自由に生きる代わりに責任が伴うんですよね。だから毎朝本読んだり読書したりとか、まあストレッチしたりとかね、瞑想したりとか、まあ今からちょっと筋トレ行くんですけど筋トレ行ったりとか、睡眠時間8時間確保したりとかね、そうやってこう自分の人生を自由に生きる代わりに自分にこう責任を持たないとねいけない、うまくいかないんじゃないかなって思います。はい、じゃあ今からちょっとね週に2回僕今筋トレ行ってるんでね、筋トレ行きたいと思います。というわけでジムの最寄りのファミリーマートでね、まず、いつもポカリスエットを買います。ポカリスエット命の水やで、29元150円ぐらい。あ、シェシェ、日本と一緒ぐらいかな。はい、よし、じゃあ行きましょうかジム。そしてまずはジムに行きがてらねポカリを飲みます。というわけで人生で一度は泊まってみたいね高級5つ星ホテル、ホテルメトロポロポリタンプレミアね、 JR 東日本大飯店って書いてますけどもね、名前がいいよね、メトロポリタンやで、ほんまね、ちょっと高級なナポリタンですかみたいなねはい、ここの地下にねジェクサーっていうのかな、日本のね、まあ東日本やから、同じ系列の JR 東日本系列のジェクサーっていうスポーツジムがねできたんで、そこが僕の行きつけのジムとなっております。はい、サウナもね
入れます。立派なジムです。というわけでやってきましたジェクサーですね。高級5つ星ホテルのねホテルメトロポリタンプレミアの下にあるんやけど、値段はね結構安くてね、1ヶ月1288元なんですよ。まあまあなんぼ6000円ぐらいで365日ねサウナもジムも使い放題なんですよね。でこの1588元で300元だけ上乗せすると1500円上乗せすると、各種レッスンもね全てのレッスンが受けれますっていう感じでね安いんですよね。はい、じゃあ行きましょうか。筋トレ筋トレジクサ筋トレ。ちなみになんで筋トレ始めたかっていうと、あのサブチャンネルでね1回紹介してるんですけどもね、友達の二平さんにね筋トレ教えてもらったんですよね。その時のやつはまたあの概要欄に貼っとくんでね、よかったら皆さんサブチャンネルの方もよろしくお願いします。今日の動画がみたいな感じですわ。サブチャンネルはいつもね、はい、普段の台湾の生活をセキュララにというかね、放送しておりますんで、サブチャンネルの方もぜひよろしくお願いします。じゃあね、筋トレも終わったんでね、サウナ行ってきます。サウナがね、ここ気持ちいいよね。はい、というわけでサウナもやってすっきりしましたね。筋トレもバッチリやりました。このね、なんやろ、頑張った感がね、頑張った後のあれがいいんですよ。やったよ、今日もちゃんとサボらずにやれたよみたいなね、はい、これが自分に勝ったよみたいなね、これがいいんですよ。こうちょっとずつちょっとずつこう自信がついてきて、こう自分に自信がついてくるみたいなね感じです。はい、で今からね、普段はね夜ご飯ねなるべく食べないようにしてるんですよ。撮影でめっちゃ食べるから。でも今日は、お昼ねなんかしょうもないお弁当しか食べてないので結構お腹空いてるんでね、今日はちょっとせっかくやし、久しぶりの長編 Vlog やしね、奮発して寿司でも食いに行きましょうかね。はい、皆さんも台湾で寿司食うたらどんな感じになるか楽しみにしててくださいね。台湾の寿司食いに行きます。はい、というわけで台北駅のね隣に隣接してるね旧スクエアっていうねショッピングモールにやってきました。ここの3階にねガッテン寿司っていうねお寿司屋さんがあって、新居に引っ越してからのね僕の行きつけのお寿司屋さんになりました。以前はね浜寿司が最寄りやったんでね、浜寿司が行きつけのお寿司屋さんやったんですけども、ガッテン寿司になりました。ちょっとね値段高めのいいお寿司屋さんなんですよね。エアコンが効いててねとても涼しいですわ。というわけでガッテン寿司やってきましたね。今日忙しいのかな、日曜日やから並んでんのかな、いつもガラガラなんやけどねちょっと行ってみようか。なんとですね今24組待ちなんですよね。1時間以上かかるって言われましたね。マジか、僕いつも平日に来るからね、平日ガラガラなんやけど、やっぱ土日ってすごいんやな。結構割と高めのお寿司屋さんなんやけど、じゃあもうちょっと諦めます。じゃあねこの地下の3階のフードコートに来たんですけど、すごい人やね。やべえな土日。このフードコートでね僕ご飯食ったことないんですよね。じゃあ今日ちょっとこうすごい人やけど、何か食べれるものあれば食べたいと思います。ここに回転寿司屋さんあったわ。あの灰寿司海寿司って言ってね、来たことないんやけどちょっと行ってみようかな。はい、イウェイタイム。あ、谢谢。先生、那有三点餐厅。
QR コードで注文するみたいですね。はい、じゃあちょっと注文します。ビール注文しちゃったわ。カンカンやね。牛肉のあてみたいな来たんやけど、めっちゃしょぼいな、めっちゃしょぼいな。これ400円やって、めっちゃしょぼいね。何これ。冷酒が来ました。日本酒で、これほんま、はい、もうね、二度と行かないわ。ハイ寿司ね、海寿司ね、みんなも気をつけて台湾旅行来てね。なんかもう無性に寿司が食いたくなったみたいなあると思うんですよ。もうとその台湾グルメもなんかちょっともう飽きたみたいな時ね、特に中長期で旅行する方で、そのハイ寿司ね、海寿司と何やろ、まなんせね、台湾系のお寿司屋さんがあるんですよ、2つ。海寿司ともう1個、ちょっと字幕貼っときますけども、本当に微妙なんで、食べたくなったらスシローとかね、はま寿司とかで、今日行けなかったけど、ガッテン寿司は本当にやや値段は高いけど、まあ、今日の海寿司ぐらい、貝寿司ぐらいの値段でちゃんと握ってくれて、ちゃんと美味しいので、はい、海寿司とこのここは行かない方がいいです。はい、家帰ります、家帰ります。I can do it.
はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録10万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけでね、最後までねご視聴いただきありがとうございました。ゾロでした。ありがとう。バイバイ。またねー。